できたもん。明日はいよいよ決勝だな。浦部大友中が相手か。噂によればまた今年も戦力アップしたらしいと思う。何ビビってんだよ。そんなの大したことあるもんだ。さすが全国大会を2連覇してると余裕だな。浦部お前らに負けるかよ。明日の決勝じゃそういう高慢ちきな態度を二度と取れなくさせてやるからな。何よこのカッパ頭、なんだとこの山猿が、なんだとやるか。まあまあどちらさんも同じチームメイトなんだ、そう熱くならないで。いた。でももう勝負は見えてますが、出ますが。ああ、そうだな。翼さん、明日の試合を楽しみにしてますよ。なんだあいつ。ああ、あいつだよ、ほら。去年の南葛 SC を優勝させた新田だよ。ああ、あいつが新田俊。決勝戦、果たしてサッカー王国静岡県代表になるのは南葛、大友、どちらのチームか。大会前から優勝候補に挙げられていた両校だけに誠に楽しみな一戦です。勝てよ翼。そして約束通り全国大会 V3 を成し遂げろ。もっと遠大な計画を立てているんだからな。この試合に勝てばいよいよ全国大会ね。翼くんたちならきっとやってくれるわよ。おーい、ゆかり。ゆかりじゃないか。ん？ひろしくん？お前がマネージャーをやっとる南葛、見に来てやったかい。俺たちも全国大会に出場するんだな。へえ、あんたとこそんなにサッカー上手かったっけ。なに？ねえ、ゆかり、この人は？え？あ、あたしのいとこで。これは九州長崎代表、平戸中サッカー部3年の慈瞳浩志。そしてこいつは2年の佐野充隊。いいかみんな、この1年なんでこの試合になるの。打倒南葛を目標に頑張ってきた。私こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。おう、来ておやつさ。南葛 SC では影の存在だった俺たちだが、その時の劣等感はお前を南葛を倒す先行き運が8位と高くなるんだって。そうですか。以上です。そうですか。何でぶったれるの。経験反則大変なの。うん、thank you.
条もじゃあ1条1条か点取れるかどうかな。前方回横目についてのやつにシロ大したもねえじゃんか。翼のシュート止めれんじゃん。あいつ結構なセービング能力あったと思ったわ。寒いなら目切れば。もうクーラー切ったわ今。クーラー切れてないじゃん。小さき何か古いけんね。帰ってきた時からなんかすごいなんか使い込んどるなって感じだったもん。もうちょっとお金よ。何クソ取れた。
か、まあ、おかえずはやってきやがったな。くそ、一応ね、やっぱおかえやつのシュートじゃ入らんね。まあ、来すぎとかも点取り屋なはずなんだけどね、入らんじゃん、あいつのシュート。まだあれがないから。わあ、これ厳しいな。オーバーヘッド。よっしゃ、ようやく2点か。ナイスキス、このまんま。すごい上手だ。飛ばされただと
そうなるでしょうね。いやこの一条ってキーパー結構すごいんだよ。知ってるよ。わあ。戦いやっていうこと聞かされてるけどね。うん。県大会決勝で南葛を苦しめたちキーパーやから。しかも新田ってやつがまた厄介なの。はやぶさシュートを積んでくるから。あのシュート誰も受け止められるわけないけどな。だから新田ってあれ全国大会出てないのにね、日本代表メンバー選ばれたから。そうなんだ、ね、おかしい。すごいやあれ。ハートいう能力だ。でそれだけ注目浴びてないの決勝大会で。うわ、新田に行きやがった。ハヤブサシュートがあるか。あれ厄介なんだよ。あれ結局止められてないわ。やばい、新田に、ああ新田にボールが行ってしもたやん。森崎止めるよ、ただのヘディングじゃんじゃか。なんでただのヘディング止めれんのか、森崎。なんでやってみいやん。ほんまザルキーパーやな。できねえよ、俺サッカーなんてってそんなにやってもねえわ。
あ、取られたか。おいおい、届いた届いた。よし。結局翼しかいねえんだよな、南葛園の得点源は。いや、キスギとかタキラーもすごいはずなんだけど、シュート力は微妙なんだよな。よっしゃ、オーバーヘッドだ。よっしゃ、ナイス岩見。くそ、浦部が来やがったか。うわ、マジか。くそ、ニッタに行きやがった。やばい。止めろ、森崎。無理だろうな。ダメだ。ザルキーパーだよ、森崎は。ダメだ。そう、結局点取り返すしかねえな、取られたら。やばいやばい、ニッタちゃんか。あ、やばい。くっそー、ニッタにだけは。くっそー、やばいじゃん、ニッタが。あ、やばいじゃん。あ、よっしゃ、ナイスナイス。コーナーキックか。ロスタイムでやばいなこれ。よっしゃ、クリア、ナイスナイス。よし、このまま時間稼ぎだ。コンプレ使って時間稼ぎ。よっしゃ、誰もいねえぜ、誰もいねえぜ。よっしゃよっしゃ、勝った勝った。大友中結構強いな、ほんま。全国中学生サッカー大会静岡県大会優勝は3年連続南葛
中学に決定しました。やっぱり南葛は強い。ここまで見に来た甲斐があったの。佐野、はい、児童さん、これで久しぶりに本気を出せそうですね。ああ、お前のこのプレーで王者南葛に一泡吹かしてやるたい。試合に一度も出場していないんです。翼も心配しているんですが、美咲がサッカーをやめるはずがない。翼、お前がサッカーを続けている限り、またどこかで必ず会える。そしてその時、この日本のサッカーが大きく変わるんだ。